皆さんこんにちは。今日のテーマはこちら、肩こりにおすすめの体操になります。それでは早速始めていきましょう。体操スタート。それでは始めていきましょう。足幅は腰幅にします。つま先を正面に向けてください。両手を胸の前に持ち上げましょう。ゆっくりと肘を引き、この時手のひらを床に向けます。元の位置に戻して、引いた時に手のひらが下を向くようにしてください。リズムよく動かしていきますよ。肩の力を抜いて目線を斜め上にしていきましょう。皆さんお疲れ様でした。今回の体操は15回4セットを目安にご自宅で行ってみてください。それでは次回もお楽しみに。